おはようございます、孝太郎です。今日は今から、近くのパン屋さん、ゾンメンブルメさんへ行きます。うん、美味しい。オリーブとかもついてる。モーニングセットだったんですけど、そのアイスコーヒーでおかわりできました。通常の、メニューでもコーヒー、あとアイスコーヒーおかわりできるみたいです。もう一個、この間行った方の、ショーバスで行ったところの海津井公園の近くに、本店なんですかね、があるようです。今日は α6500 に SIGMA の 16mmF1.4 というレンズの、デジタルズームのテストをしています。 Vlog には機動性がやっぱり、求められるんですけど、考えてみたら、単焦点の 16mm ではあるんですけど、デジタルズームが α6500 にはあるんですよね。デジタルズームは4倍までです。でこのもしデジタルズームで、満足いく画質が撮れるんであれば、単焦点の弱点であるレンズの付け外しがしなくてよかったりとか、30mm よりは 16mm の方が単焦点距離が短いので、近くの撮影もできたり、あとはもう 30mm いざとなれば持ち運ばない点も考えれば軽量装備となるんじゃないかなと思うんですね。もちろんいざっていう時は、同じくシグマの 30mmF1.4 っていう最強レンズがあるんで、それを使えるっていうのは安心感がとても大きいと思います。この 16mm だけでするデジタルズームで行くっていうメリットは画質の粗さがちょっと心配ではあるんで、そこのテストを今日はしています。